皆さんはツンデレ猫さん好きですか？私は好きです。本日は私のようなツンデレ好きにはたまらない気が強い猫種を5つご紹介させていただきます。またそれぞれの猫さんと相性の良いタイプもお伝えいたしますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。それではいきますよ。1. シャム猫。シャム猫が気が強い理由はその歴史的背景と得意な性格特性に起因しています。シャム猫は大原産で、その歴史は古く王族に愛されたことが知られています。そのため彼らは自信に満ち主張が強い性格を持っています。私たちは王族に飼われてた高貴な猫なのや。コミュニケーション能力。シャム猫は非常にコミュニケーションが豊かで、飼い主に対して声を出すことが多いです。彼らは自分のニーズや感情を主張するのに声を使います。ちゃんと話すから私の言うこと聞くにゃんよ。社交的。シャム猫は社交的で孤独を嫌います。飼い主との交流を求め愛情を示すことが多いため、気が強く見えることがあります。勘違いしにゃいで、気が強いんじゃなくて寂しがり屋なの。テリトリー。シャム猫は領土意識が強く、他の猫や動物との関係で競争的になることがあります。自分の領域を守るために気が強い姿勢を取ることがあります。侵入者は許さないにゃん。総じてシャム猫の気が強い性格は彼らの得意な性格特性、知性、社交性、そして歴史的な背景に起因しています。彼らを飼う際には適切な社会化とトレーニングが必要で、愛情を持って接することが重要です。留守番が苦手だから在宅ワークの人に飼ってほしいにゃん。たくさんおしゃべりしても大丈夫な住環境がいいにゃん。スコティッシュフォールド。スコティッシュフォールドが気が強い理由は彼らの遺伝子的特性と個体差に起因しています。社交的で友好的だと言われてるにゃんけど、俺のことよく分かってない飼い主には懐かないにゃん。遺伝的要因。スコティッシュフォールドは特有の遺伝子変異によって耳たぶが折れ曲がる特徴を持っています。この遺伝子変異は他の性格特性とも関連しており、自信や主張が強い性格を持つ傾向があります。俺は遺伝的に関節疾患に対して敏感にゃ。痛みや不快感があると飼い主と距離を取るにゃ。独立心。一般的にスコティッシュフォールドは独立心が強く、自分の意思を持っています。飼い主に対しても一定の距離を保ちつつ自分の欲求や好みを主張することがあります。人懐っこいと言われてるけど、実は一人時間も好きにゃ。個体差。全てのスコティッシュフォールドが気が強いわけではありません。性格は個体によって異なり、社会化や育て方にも影響されます。飼い主の愛情とトレーニングによって彼らの気質は大きく変わることがあります。俺様と相性が良い飼い主には従順にゃ。総合するとスコティッシュフォールドが気が強い理由は遺伝子的な特徴や独立心、適応力などが影響しており、個体差も考慮に入れる必要があります。適切なケアと愛情を提供することで彼らの性格を理解し、調和の取れた関係を築くことができます。俺様の身体的特徴をよく理解してくれる飼い主が良いにゃ。一人時間は得意だから一人暮らしでも大丈夫にゃ。3. シンガプーラ。シンガプーラが気が強い理由は彼らの遺伝的特性や性格によるものです。私たちは小さくてデリケートなの、大事にしてにゃ。独立心。シンガプーラは独立心が強く、自分の意思を持っています。一人っ子のような性格で自己主張がしっかりしているため気が強く見えることがあります。私だけを見てにゃ。エネルギッシュ。彼らは非常に活発でエネルギッシュな猫種であり、遊びたい時は積極的に遊びます。そのエネルギーを発散させるために飼い主に対しても自分の気持ちを伝えることがあります。たくさん遊んでほしいにゃ。コミュニケーション。シンガプーラはコミュニケーションが豊かで、声を使って感情や要求を表現します。声を出して要求することが気が強いように受け取られることがあります。ちゃんとお話しするにゃんから私の言うこと聞いてにゃ。総じてシンガプーラが気が強い理由は独立心、エネルギー、コミュニケーション能力、遊び好き、頭の良さなど彼ら独自の性格特性によるものです。彼らは賢く活発なパートナーとして飼育されることが多く、適切なトレーニングと愛情を提供することで調和の取れた関係を築くことができます。私はやきもち焼きだから多頭飼いもひゃにゃ。お留守番も嫌いにゃんから
在宅ワークの飼い主が良いにゃん。4. ベンガル猫が気が強い理由は、彼らの独自の特性や起源に関連しています。僕の美しさは他を圧倒する美しさなのにゃ。野生の血統ベンガル猫はアジアヒョウとの交配によって生まれた猫種で、野生の血統を持っています。このため野生的な特性が一部に残っており、気が強いことがあります。僕の野生味あふれる美しさが気の強さとして現れることがあるにゃ。エネルギッシュベンガル猫は非常に活発でエネルギッシュな性格を持っており、運動と刺激を求めることが多いです。エネルギーを発散させるために自分の意思を主張することがあります。僕の運動量に合わせるのにゃ。コミュニケーション、彼らはコミュニケーションにおいて自分の意見や要求を飼い主に伝えるのに声や仕草を駆使します。これが気が強いように受け取られることがあります。僕がおしゃべりなのは飼い主と良いコミュニケーションが取りたいからにゃ。ベンガル猫が気が強い性格なのは、その野生的なルーツとエネルギッシュな性格特性に起因しています。彼らを飼育する際には適切なトレーニング、体力を消耗させる運動、愛情豊かな環境を提供することが大切です。僕はたくさん運動するし、たくさんおしゃべりするから防音性の優れた広い住環境が良いな。アビシニアン、アビシニアンが気が強い理由は、彼らの特有の性格特性に関連しています。私は賢いのよ、人間の言うことだって全部理解してるにゃ。コミュニケーション、アビシニアンは非常にコミュニケーション能力が高く、飼い主に対して感情や要求を伝えるのに声や仕草を使います。自分の気持ちをはっきりと示す傾向があります。私の言うこと聞いてって言ってるのにゃ。独立心、彼らは独立心が強く自己主張がしっかりしています。一人っ子のような性格で自分の欲求や好みを主張することが多いです。私はやきもち焼きだから私だけを見て可愛がってほしいな。遊び好き、アビシニアン猫は遊び好きで知恵を駆使して遊びを楽しむことがあります。自分の遊びたい時間やスタイルを主張し遊び相手を要求します。私のやり方に付き合って遊んでね。アビシニアンの気が強い性格はエネルギッシュさ、知識欲、コミュニケーション、独立心、遊び好きさなど彼らの独自の性格特性に起因しています。彼らを飼育する際には適切なトレーニング、体力を消耗させる運動、愛情豊かな環境を提供し、彼らの特性を理解して調和の取れた関係を築くことが大切です。私は私だけを見て私だけを可愛がってくれる飼い主が良いにゃ。いかがでしたか？この動画が参考になったよと思ったら、高評価、チャンネル登録をお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。